はい、じゃあここお願いします。はい、ありがとうございます。わかりやすいね。わからないことがないですね。おいいね、そっちも盛り上がってます。着地してるかな、蹴り足でね。そう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 、まず運んで、ちょっとやったことはありましたけども、大人になってからちょっとなかなかやる機会がなかったので、でまあ子供ももう5歳近く4歳になってるので、まあ多分子供って飲み込みが早いので教えればすぐできると思うので、ちょっと一緒にやってみたいなと思いました。うん、まあ、僕はあれですね、まあ、僕もやっぱプロになるまでは常にゲーム機を持った状態だったので、まあ、やっぱプロになってからそのやっぱ自立なんか寮生活とかでなかなかする機会がなくなったので、久しぶりにやってみて楽しいですし、でも未だにやっぱりちょっとセンスあるんじゃないかな俺っていうのが感じ取れたので、うん、これからどんどんやっていきたいなと思います。柏木選手から見て、はい、藤本さんのサッカーは、はい、いや非常にね、さっきも裏で中西さんと話してて、止めるとか蹴るとかその技術、基礎技術がしっかりしてるなっていうね話はしてたんですよ。あ、すいません、はい、ありがとうございます。コートでちゃんと蹴るっていうのは、はい、久しぶりな。いや、すごい久しぶりです。いつぶりぐらい記憶ありますか？いつぶり、いつが最後なんだろうぐらいの。どうなるぐらい。そうですね、もう3年ぐらい、2、3年ぶりですかね、ちゃんとしたのは。はい、その割には上手かったですね。本当ですか？頑張りました。いや、ちょっとやっぱり体力の方はい、もうちょっとできたなって思います。うん、すごい楽しかったです、このもうちょっとの時間だけでも。でも3回目ぐらいやった後にもう正直もう私無理ってずっと言ってましたそう、ちょっとね、最後綺麗なシュートにご期待に沿わなかったのがちょっと残念。なかなかね、その教えるってことが難しいんでね。はい、はい。